皆様おはようございます。本日はワールドチャンピオンシップ2022セミファイナル Day2 の模様をお送りいたします。本日実況を務めますイエガーです。そして解説にはリクルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで本日の試合はセミファイナルマッチ 2DRXVS ジェン G となっていますけれども、こちらのマッチアップいかがですか。まあやっぱりここまでのところで BO5、はい、5戦目までこう戦い抜いてきた2チーム同士の対決ということになってます、はい、結構手札はいろいろ見えたかなと、はい、いう部分もありますから、まあ、まずドラフトのところでお互いが、はい、今まで見せた戦略をどういうふうに潰していくのかっていうのがまずは見どころな BO5 になってると思いますね。まあ本当にこの激闘戦い抜いたねクォーターファイナル両チームともにですけれども、まあ、5戦目までもつれ込んだという両チームになります。やっぱり特にその LCK チーム同士っていうこともあって、まあ、お互いに戦い方は熟知しているという部分もあるとは思うんですが、このワールドのメタを考えたときにですね、はい、やっぱりボットでの主導権をどう取るのかというのがこの BO5 一つ鍵になってきそうだなとこういうふうに感じますね。そのボットレーンの主導権っていう話ですとちょっと面白いのが、そのジャングラーがどれだけこうボットレーンに関与しているかっていう数値を表すものがあるんですけども、うん、その最高潮を起こっているのがジェン G、 対して DRX は最低値ということで、かなりこう極端にはっきり分かれているデータありますけれども、ここについてはいかがですか。そうです、本当に面白いデータだと思いますね。ジェン G はそのマッチアップどうこうっていうよりも、はい、ピーナッツを寄せてとにかくボットが崩れないように、ボットの価値を底上げしていくようにっていう動きをするんですが、一方で DRX はもうマッチアップ有利を取って、はい、自然に2人で有利を作っていってもらうっていうのを結構ここまで意識しているという印象がありますよね。まあ、その証拠にやっぱりベリルのちょっと BO5 でのサポートピックっていうのは本当に意外なものが多かったですよね、うん、ハイマーあとアッシュ、ソラカっていうような形で、本当に最後になるまでまともなサポートピックが出てこないみたいな、うん、はい、こういうこともありましたからね。まあそのサポートを結構こうエンゲージやっぱりしてほしいよねみたいな、うん、ことを考えるチームが多数の中で、ただこの DRX っていうチームは、まあ、それを差し置いてももうまずはレーンだっていうことでハイマーディンガーだったりアッシュだったりっていうところをこう積極的に起用してくるチームでもありますよね。そうですね。そしてそれがやっぱりオブジェクトコントロールにつながるというのを最重要視してるんだと思います、うん、一方でジェン G もジェン G でやっぱりルーラルヘンズのラインで負けたくないっていうのは考えているでしょうから、はい、まずはここの 2V2 どうやって勝っていくのか、そこが注目なのと、 あともう一つ注目でありますね、はい、やっぱりミッドレーン、そうですね、チョビー VS ゼカ、ここは外せないですよね。で、ここも特徴的なデータがあってで、はい、ソロキルの値ですね。もうゼカは今大会ソロキルナンバーワンの数値を誇っています。確か9回でしたかね。もう BO5 中でも相当多くのキルを稼いでます、はい、一方でチョビはほとんどソロキルをしていないと。なんなら1回もレーニングなんかしてないんじゃない。そうですね、まあ、逆にそのソロキルされるっていうシーンは、まあ、珍しかったねっていうことが騒がれましたけれども、なんかそれよりも、はい、やっぱり CS の部分でしっかり差をつけていって最終的にはキャリーをすると、いつの間にかこう差をつけているっていうのがまあチョビのスタイルでもありますからね。さということでね、非常にまあ注目のミッドのマッチアップというところもありますけれども、うん、ただどうなんでしょう、ドラフトっていうところを考えるとやはりその最初に挙げたボットレーンっていうところがちょっとこうこのドラフトの駆け引きでは重要になってきそうなんですかね。まあそこと、あとはそのゼカのチャンピオンプール、サイラスやアカリっていうところですよね。さあということで、まあ、非常に楽しみな本日のセミファイナルマッチ 2DRXVS ジェン G、 まもなくです。さあそしてここで試合の前に少しお話をさせてください。私たちにとって世界中のリーグファンと共に歩むことは常に心からの名誉であり、それは悲嘆に暮れている時でも変わりません。昨日韓国のソウルで起こった悲劇について、視聴者の皆さんにも中にも心を痛めている方が多くいらっしゃるかと思います。この恐ろしい悲劇の犠牲者とそのご家族に、韓国そして世界中のリーグファンとともに哀悼の意を表し、黙祷を捧げたいと思います。
초비는항상2인자란쓴소리를수없이들었습니다라인전에킹이었지만대회에킹이되지못했죠그에게그리고젠지에겐엄청난부담감이있을겁니다개인적으로두려운부분은제가저자신한테믿음이부족할때그게좀두려울것같아요지금제가느끼는이두려움은제성장에도움이안되는것같아서해결하는게제일나은것같아요제가1999년부터해온수많은 e 스포츠중계중최고단한경기를뽑으라면제선택은이번 DRX 대 EDG 8강경기입니다 And the Nexus is in his eyes and he's gonna get Oh, the Inhibitor! The Inhibitor is back up! No! The game was in your hands, Steph! It was right in front of you and the Inhibitor spawned! 오랜기간동안앞으로나아가지못하고이제항상머물러있거나좀뒤로가는듯한느낌을많이받았었는데 And New York erupts as Zeke will not fall! Zeke will not allow it! 여기까지오면서사라진것같아 DRX 아무도그들이여기까지오리란상상도하지못했을겁니다 Nearly a kill and a scout! Needs to get the shot! Oh, the flash! 젠지는 EDG 보다훨씬더잘한다생각하고있어서더준비열심히해서제카라는이름을잊지못하게만들어드리겠습니다데프트선수인터뷰할때우셨잖아요그모습을보고저도되게울컥하더라고요어느누가언제은퇴할지모르는나이가됐는데엄청난서로좋은경기력을보여줬으면좋겠고누가이기든응원했으면좋겠습니다이선수들의정상결전이시작됩니다 LCK 의새로운황금시대의서막이열립니다흑경을제손으로한국으로보내게되어서유감스럽네요초비를저팀으로만났을때어떤느낌이었는지다시기억나게해줄게 My dance is not over yet
two players that are the heartbeats of their teams. First, a pillar of league looking to etch his name into history. It's Peanut! Opposite him is a young gun ready to write a powerful legacy of his own. But will he hit the mark? Give it up for Pusick! Looking at the mid lane, a player with performances so powerful, they inspire prayer. He'll take you to church, Genji's Chovy! Opposite him, a player that exploded onto the world stage and looking to make sure those prayers go unanswered, DRX's Sekka!改めまして皆様おはようございます。ワールドチャンピオンシップ2022セミファイナルデイ2、実況はイエガ、解説はリクルートさんでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本日はセミファイナルマッチ2、 DRX vs ジェンジーの試合の模様をお送りいたします。最多選択権はコイントスの結果ジェンジーが所有しているという情報入っております。さあまずその初戦ということで、まあ、どちらを選択するかというところも注目のポイントだとは思いますが、
そうですね、まあまあ今のネタで言うと、うん、まずまずブルーサイドになってくるかなと思います。レッドサイドを選択する手もなくはないんですけど、はい、やはりファーストピックで、非常に強力なチャンピオンが取れるということと、やっぱり番枠が自由に効かないっていうのがレッドサイドを取った時の最大の弱点ですよね。現在のメタだとユーミであったりエイトロックスであったり、はい、ケイトリンであったりという強力なチャンピオンをバンスせるを得ないので、レッドサイドは避けたいというふうに考えるのが自然ですね。さあということで、やはり、サイド選択権を有しているジェンジースポーツがこの初戦はブルーサイドを選択してスタートしています。さあドラフト番が非常に面白いことになってますね。ハイマーディンガーから番をしてきましたジェンジースポーツ、まあ、やっぱりベリルのハイマーは避けたい。そしてアカリ、ルシアンと続いている、まあうん、ゼカのアカリを警戒した。ただサイラスの方がゼカは、はい、あかなりパフォーマンスいいように見えるんですけどね。スタッツにもそれが現れてますから。ただここはアカリを優先、うん、さあ対する DRX はユーミ、ルシアンとファーストワンフェイズ展開していきます。あとはケイトリンどうするかですね。あとセジアニなんかも空いてますね、うん、かなり OP チャンピオン空くので、うん、ケイトリン無視して何か別のチャンピオンをバーンするのもありかなとは思いますね。ただボットの主導権がっていう話がやはりありましたから、うん、そうですね、まあ、そのボットレーン重く見るのであればやはりケイトリンはバーンとなると、まあ、セジャニー、サイラスどっちか空くのでということなんですけど、サイラスの方を優先しましたね。なるほど、この2チームのマッチアップであれば、あとはゼカがもうここまで無敗でサイラス進んできているというのを考えると、はい、開けたくないというふうに考えたようですね。6勝0敗ですよね、まあ、驚異的なスタッツ、ソロキルを何度も見せてくれました、うん、まあ、やはりそのサイラスは渡せないぞということで、ファーストピックジェンジーサイラスからです。そしてただセジャニが開く、セジャニが開くとメレーチャンピオンのピック幅というのが大きく広がるので、こういったヨネのようなチャンピオンが出てきやすくはなるんですが、ここはとアジールで落ち着きましたね、うん、さあセジャニとアジール取ってきたのが TRX ジェンジお、まあ、セジャニに対する、はい、強く出れるビッグではあるんですけど、うん、まあ、後々の集団戦等のことを考えるとここは、うん、ビエゴで、最初落ち着きましたね。まあ初戦ということもあります。ここまで評価の高いチャンピオンでドラフトを展開していきますジェンジ。ビエゴとそしてバルスト、うん、まあ、かなりこのファーストバンフェーズの段階で AD キャリーのチャンピオンは多くバンを受けてますが、その中でバルスを選択してきたのはジェンジ。 DRX はボットレーンではなくトップのピック優先カミールです。そしてカミールに序盤から強く出るようなチャンピオンを消していくと、レネクの番から入りましたね、はい、これでボットレーンがかなり隠されているのでちょっと厄介ですけど、まあ、まずはアッシュから行くでしょうね。うん、うん、そうですね、ハイマディンガーバンはしてますけども、まあ、レナタ出した時のアッシュサポートも厄介ですしね、うん、さあということで、そしてそれを受けてのレナタが、そうですね、いやただちょっとこうハイマアッシュとバンをしてるんですけど、うん、ただそれでもなんかこう変わったピックが出てくるんじゃないかっていう恐怖ありますかね、まあ、ジェンジ。ソラカとかですよね、例えばタムケンチをピックしたときに出される可能性は高いというふうに考えてもおかしくないですけど、まあ、ここはカルマの番、うん、無難なところに落ち着きました、まあ、ゼリアルカルマのコンボピックというのもあるのでそこを警戒しましたね。まあ、DRX がマッチアップで攻守同型を取ってくるチームであると、うん、いうこともありますから、そこも警戒しての番にはなってますが、DRX 今回は AD キャリーの選択ミスフォーチュンできました。バルスにも押し負けないような、うん、チャンピオンをまずは抑えておいて、まあ、タムケンチが来た場合はソラカとかで対応していくようなイメージになってますかね。やはりそのサポートを隠して連の主導権を取っていこう、ドラフト上で取っていこうという DRX ですね、うん、まあ、ジェンジーもジェンジーで、まあ、それは見えてはいるんですけど、うん、ただタムケンチがやっぱりカミールやセジャニに刺さるっていう強みもある、そしてバルスとのシナジーもあるので、まあ、ここは捨てられないだろうということですね。あとはフロント1つ用意しますか。いや1対1見ますね。カミールに対してのフィオラ 1v1 重視の選択ですジェンジー。あー、そしてやはりですね、うん、まあ、DRX はこのボットレーンはマッチアップで主導権を取るぞというここまでの戦いを徹底してますねこの試合でも、うん、ここでもやっぱり 2v2 でまずは勝つというのを考えている。でここで気をつけなければいけないのはやっぱりジェンジーはボットにピーナッツが常に寄り添う形を続けているということですね、うん、セジアニも
そこに追いついていかないとミスフォーチュンソラカに、まあ、ガンクのプレッシャーをかけられてしまってタムケンチの Q が当たったらもうフラッシュを切らざるを得ない状況にさせられてしまう可能性があるということになりますから、はい、なんとしてもそれは避けておきたいというふうに DRX も考えていくとは思いますね。となると今回のこの試合においてはピョシクとしてもボットレーン重視っていう展開で進んでいくんですか？見た方がいいと思いますね、まあ、もしくはもうそこは ある程度割り切ってトップレーンのカミールを育てていくというのもあります、うん、カミールとセジャニのガンク合わせっていうのは非常に強力ですからね。まあ、ピョシクとしては選択肢が豊富な中で、まあ、ただ前陣のここまでの戦いぶりを見るとやはりボットレーンがこう主戦場にまずは序盤になってきそうですよね。なると思いますね。前陣はここまでのところは本当にドランにはしっかり耐えてもらって、はい、ミッド安定させつつボットレーンは必ず勝たせると、うん、まあ、もしくはイーブンで抑えるっていうのを徹底してきてますからね。まあ、今回のドラフトでも 1v1 ではこう戦っていきやすいマッチアップっていうのをトップレーンでは取ることができましたからね。そうですね、まあ、一応スキルマッチアップではありますけどね、フィオラ側がまあ戦いやすいとは言っても、うん、カミル側にまあワンミスでもすれば逆転されてしまう危険性があるような、はい、マッチアップですからね。まあ、丁寧なレーニングは求められると。さあ始まりましたワールズ2022セミファイナル Day2 ゲーム1 DRX vs ジェンジースタートです。さあ早速ボットレーンではレヘンズがワードを置いてトリンケットの持ち替えレーンのプッシュにワードを展開しています。もうそして今回はゼカは征服者のようですね、うん、マジル結構もう最近だとメレー相手に、まあ、ファーストストライク持ってコビルの進み方を早めるっていう選択も結構増えてきた中でここは征服者でより後半の集団戦を見たような、まあ、そういう選択になってますね。昨日の T1VSJDG の試合でもこういった選択見られてましたね、うん、さあまあこの2チームの直接対決というところを見ていきますと圧倒的にジェンジーが勝っているというここまでですが、周りワールズ国際戦、まあ、特別な場ですからちょっとこうどうなっていくか分かんないっていうのはありますよね。ありますね。確か2022年、うん、のシーズンはジェンジーはもう無敗、DRXに対して無敗ですね。なのでここからどうなるかですね。確か勝利遡ると2021の LCK スプリングまで戻らないとないと、うん、しかもその時はまたメンバーが違いますからね、はい。トップレーンの 1v1、 そしてミッドレーンのこの 1v1 です。非常にハンドスキルの高いプレイヤーが、まあ、このセミファイナルですから集まっているという中でのこの 1v1 のマッチアップですが、まずゼカがレベル2先行でいいダメージトレードしました。素晴らしいですね。ここレンジ対メレーのマッチアップ生かしてゼカはレンの主導権を必ずミッドは取りたいというふうに考えていると思います。ここを取っておかないとビエゴが自由に動き回って、うん、ボットガンクであったりとかトップのダイブっていうのを見やすい環境を作られてしまいます、まあ、ピーナッツもピーナッツで、まあ、ビーゴを使っていることからそんなにこう序盤から積極的にガンクガンクでゲームっていうのを作っていくのは、まあ、なかなか難しいとは思うんですけど、そういう動きをされた際にポシクがカウンターをするなら、まあ、まずはこのミッドレーンをきっちり主導権取っておくのが重要ですね、はい。ここから両チームジャングラートップサイドの方へ入っていきます。ここでゼカのレーニングが継続できているとトップのスカトルにも一応 DRX はつなげることが可能にはなりやすくはなりますが、ピョシクとして動きやすい環境というのは整えつつありますが、ただトップレーンではジェンジドランがウェーブのプッシュ主導権取ってますね、うん、なのでちょっとピョシクとしてもここは諦めるしかないという判断ですね。ピーナッツが取りました。トップサイドのリフトスカトル、チョビもまあ押し付け切られてはいなかったので、うんうん、ミッドの主導権もオーディレックスとしては、まあ、完璧ではないだろうという判断ですね。おお、これ映らない。スクライアブルームでピョシクの位置を確認しようとしましたが映らなかった。そしてリフトスカトルの視界外から入ってきた、入ってきた。これは気づけないぞドラン。いや、どうだ、ワードに映ってます。あ、今ワードに映ったんですね。ただそれでもいく。ピョシクのガンクカバーは間に合いそうだ。ピーナッツ
リポスト、そしてドラゴンフラッシュアウト。さあピーナッツのカバーがあるぞ。金言タクティカルスイープ、スローを返して DRX も引く選択。いやまずはトップレーンから挨拶代わりにピョシクがガンクを入ってきました。これ本当にスクライブルームギリギリのところで避けたっていうのがピョシク素晴らしかったですね。金言も金言で E で飛び込んでいくところ、パリされるのを読んでわざと外してでフラッシュ強制させたというのも見事でしたし、ここは DRX トップジャングルでうまくやりましたね。サモナースペルで言うと、まあ、そのドランのテレポートとフラッシュ分だけ、まあ、金言がちょっと有利を取ったと言えそうです。ボットレン、おお、最速でしたね。そうでしたね。もう潜らせませんでした。この辺りでベリルはうまくサイレンスを使う必要があるんですが、結局ビエゴにガンク来られてしまうとタムキュンジにサイレンス使えばビエゴの対応が難しくなるので、やっぱりガンクのプレッシャーをピョシクがどれだけ剥がせるかっていうのもポイントになってきますね。今までのようにこうジャングラーの関与っていうのがボットレーン、少ないとちょっとベリルデフとのこのレーンのマッチアップ有利っていうのを活かしづらくなりますね。さあ早速ピーナッツボットレーンにコントロールワードを置いてプレッシャーかけてきます。ただまあそのワードがあったということもあって無理にガンクに行くのではなくてファーム継続。まあジャングラともにレベル5ですか、あとレベル1でアルティメット習得、まあガンクもしやすくなるという段階にも入ってきますけれども、ね、あとファイトの性能もぐんと上がってきますから、はい、まあ、そのあたりからこう両者ともにギアを上げていくんじゃないかなというのは予想は立ちやすいですよね。スクライアブルームでピョシクが映った。トップレーンは押し込んでリコールの動きを取っているのは DRX、 失礼、ジェンジー側ドランです。集団戦までいけば、はい、DRX の構成っていうのは非常に優秀な構成取れてます。特に、まあ、ソラカがタムケンチに対するカウンターとして、まあ、連携のところでもある程度プレッシャーかけられるというのもあるんですけど、やっぱりサイレンスでタムゲンのアルティメットをかなり遅らせることもできる、さらには相手のファイターに対してもかなり効果が高い、いろいろカウンター要素は揃ってはいるので DRX もなんとかこうゲーム時間伸ばしていきたいというのは考えていると思いますね。いや面白いぞ。このミッドレーンに集合してくるゼカはリュウサの衝撃ですぐに低い動きを取りましたが、ピョシクが捕まりそうだ。トップレーンから降りて生きているこのドランの動きに合わせてのガンクですが、ピョシクうまくトップサイドに逃げることでブラストコーンも使って逃げていきます。ただこれでトップサイドにジャングラーがいると。やっとベリーがニコールをキャンセルしてスネアが入った。さあ共にサモナースペルを使っての攻防、ルーラーはフラッシュ、ベリルリコールキャンセルからサモナースペルのトレード、優勢に立ったのは DRX です。ボットレーンこれヘンズいないところでちょっと1対1と見誤ってしまいましたかね。ちょっと直前の状況をしっかり確認できていなかったので、そらかいないという判断でしたかね。かなり長いこといたような、あそういう状況だったかもしれませんね。まあ、実際のところリコールキャンセルしてという仕掛けでしたからね、はい、ちょっとそのあたりで読み違えた部分、そこをうまくついてきました DRX。 ただリコールのタイミングで言うと、さあピョシクちょっと送信、レヘンズにノックアップ、ここに合わせる金言のこの動き、テレポートではありません、リコールからですか。そしてテレポートでトップレーン戻っていく。いやこれは驚きましたね。ジェンジ対策としてまず一つ目ですか、まあ、今までのところで言うとやっぱりボットレーンへの介入っていうのが DRX あまりなかったっていう状況をここで変えてきましたね。金言がこの、まあ、うまくいけば、はい、ドラゴンまでつながるというタイミングで、ボットレーン降りてきてテレポートからほとんどロスなく、まあ、ボットレーンの介入という動きを決めました。決めましたね。そしてこの動きもあってジェンジーとしては早めに、トップレーンのプッシュからヘラルドに切り替えた。その動きを見てて DRX も、まあ、1キル取ったタイミングがかなり早かったもののドラゴンまでしっかり繋がるだろうという判断で繋げていきますね。オブジェクトのトレードになりそうです。いやただちょっとルーラーが狙ってそうですが、さすがに900は、ちょっとこの序盤ではそうですね、はい、厳しいですね。まあ、スマイトがあるのでしっかりと DRX がドラゴン獲得、そしてヘラルド獲得はジェンジー。みんなそのままトップレーンサイドのカウンタージャングルを行っています。ピョシクも気づいたが
後ろに回ってアルティメットはあるぞ、ピョシク。ただリコール早いですね、ヘラルドの瞳持ってますから。フィーナッツいい判断から撤退成功。これで、まあ、ただヘラルドは人事獲得はできたので、うん、まあ、ドラゴン取られたとしてもゴールドアドバンテージで返していくことができるという状況は最低限作り出すことができましたか。ギアレックスとしてはレートゲームに向けて、まあ、安全になるような、まずはドラゴン1体目この時間帯に獲得できたというのは狙い通りになってますね。バレットタイムを使ってのウェーブクリア、ギアレックス。結局一連の動きの中で、はい、ボトレーナー立て続けに、まあ、キル、またリコールをさせられてしまったので相当レベル差がつきましたね。ファーム有利も DRX です。今ちょうどルーラーがレベル6アルティメットを習得した段階ですから、まるまるレベル1差ついてますね。ついてますね。ここから見ても、はい、DRX はボットトレーニングジェンジ対策用意してきたなというのが分かりましたね。ただ一方でトップレーンのところで言うと金銀が無理をした分、さらには序盤からかなりマッチアップのところもあって CS 厳しかった中で、トップレーンではドランの方がかなり優勢に立ってますね。まあ、そのサイドで有利のトレードが行われているということもあってグローバルゴールドではほとんど差がありません。お、ただここからちょっと面白い動き前置してますね。もうスワップですか。あ、トップレーンサイドの方へルーラーとレヘンズを抜かせていますね。ただベリルが先にもうちょっとトップレーン仕掛けてくるんじゃないかっていうような、読んでますか、読みで簡単な動きを見てますか。スクライヤーブルームでは映ってないですね、これベリル。デフトはそのままボットレーン、まあ、ただレーンワード横断してったので、トップレーンサイトに行ったというのは気づいて、うん、ワードも破壊はしましたが、さあ金言も警戒のワードをトライブッシュに置く。ピーナッツがすぐにその置かれたワードをコントロールワードで無力化しているが、ピーナッツを待っているのはピョシクとベリル。ただ後ろからカバーの動きはレヘンズです。これに気づいてピョシクとベリルはすぐにトップのアウタータワー下に引く動き。4対3の構図ではありますが、ウェーブのクリア優先 DRX、これが間に合って、ただタワープレートゴールドが1枚分ジェンジに入りました。いや、ただベリルがいなければこれトップレーンタワー折られてましたからね。いや、よく読み切って先に寄ってましたね。これもあらかじめこういったトップレーンの状況になればボットレーンのレーン状況が厳しいので、ボットの2人を寄せてタワープレートゴールド回収しに来るだろうというような、まあ、研究と読みの部分でディアレックスが勝ってますね。いや、ちょっとこの序盤の攻防は本当に DRX がこのジェンジー対策というところをうまく決めているような、そんな印象がありますよね。決めてますね。一方でここ、はい、バルスタムケンジがトップレーンに座って継続してくることは分かっていながらも、リソーチュンとカミルのローテーションこのまま継続ですから、これは折られてしまいますよ。ベリルも一旦離婚しますしね。ヘラルド召喚、タワープレートは2枚とちょっとわずかに残りますが、ヘラルドのタックル、ベリルのカバーが入ってタワーの獲得にまではつなげさせません。ただ虫の息ですね。時間の問題になっているでしょう。まあ、あと1分保たせればタワープレートはなくなりますから、はい、いや、デフト1人のところドランが狙っていくフラッシュイン。いや、ただ星に願いを体力回復、タワー下でデフト立ち回っていくが、ドランの体力ギリギリ持った。タワーダイブはジェンジードランが決めます。いや、ドラン今やらなければいけないことを遂行しきりましたね。デフトからすると、まあ、初手でライフスティール系のアイテムに行っているということもあって、ソラカのアルティメット込みでギリギリ耐えるという計算だったと思うんですが、ここは読み違えましたね。逆にドランの方が正確にダメージ計算しきったと、はい、まあ、トップレーンにあれだけ時間かけてるわけですから、 AD キャリーと一体しているトップレーナーは必ずキル取りたい場面ですからね。そこはもうお互いの駆け引きでしたね。いや、ここでキルは避けてるんですが、ティフト、やっぱりあとわずかのダメージ計算でしたね。
やここはデフトもちょっとギリギリかっていうような表情でしたね、はい、うーん、いやードランの個人技が炸裂して、いや非常にギリギリの攻防で有利を取りました、ジェンジー。さあ、ドレイクを触るのは DRX ですよ。ただ、ジェンジーも気づいて寄ってくる。4対3です、このリバー。DRX、人数有利の中で。ビオラがちょっと遠いので、ジェンジーとしてはこの後の集団戦を見るしかないか、まあ、スティールだけというような状況になってますね。少しショビーの合流も遅れています、ジェンジー。いや、ただそれでも集団戦か。いや、ピーナッツにグレーシャルプレゼン、レーヘンズが丸止めで助ける。バレットタイムの追撃も入ってましたが、キルには繋がらない。さあ、そのまま DRX がドレイク獲得。ゼカは皇帝の分され、弾き飛ばす動きになっていますが、レーヘンズの反転、カーブ売りは2マンの合併。これで一気に反転決めて、ジェンジー2キル獲得。ゼカとデフトを持っていきました。ルーラーのアルティメットですか。そこでうまく時間稼ぎましたね。反転のためにヨタと権限が、いや面白いぞ。あったの気づかれた。フックショット伸ばしてこれは大丈夫そうです。ちょっともう目の前でリコールしようとしましたね。本当にそこいるんだみたいな反応にはなってましたけど、これで集団戦勝ったことによってジェンジーヘラルド2個目までつなげられるの大きいですね。こうピーナッツとルーラがうまく時間稼ぎましたね。このピーナッツの動きに対してカウンターでスキルを大量に吐くんですけど、レヘンズがしっかり回収して相手にスキル使わせて、で稼いだ時間で相手を前のめりにさせてからのレヘンズの反転、お見事でしたね。このゼカの後手の分差例によるエンゲージもフラッシュで回避してるんですね、うん、そしてそこからレヘンズの反転、うまくジェンジーが集団戦立ち回って2キル獲得、ジェンジー、ドラゴン獲得 DRX という集団戦になりました。途中のリセットがなければとか、はい、あとはあの反転タイミングでのスキルっていうのがなければ結構時間的にも危うかっただけに、あの一連の動きは見事でしたね、うん、ただ一方で DRX もゴールドス離されてはいるんですけど、時間を稼ぐだけのドラゴンスタックっていうのはしっかり回収できています。これを使ってどれだけ時間伸ばせるかですね。さあミッドレーンにエラルドを使ってジェンジー、一気にアウターターンの獲得を狙っていく。このちょっと DRX もアウターター諦める動きになります。さあジェンジーがアウタータワー獲得、そしてそのままインナータワーまでプレッシャーをかけてエラルドのタックルを入れました。でジェンジーはここからこのミッドレーンの、うん、プッシュの主導権っていうのを生かしてサイドのタワー、特にボットのアウタータワーをまずは積極的に狙いに行くことになるでしょうね。 DLX からすると今の現状っていうのは結構辛くて、やっぱりサイドレーンの1対1っていう部分で、うん、ちょっと勝ち目が今のところ勝ちの可能性が薄いっていう部分が苦しいですよね。アジール対サイラスに関してもサイドに出てしまうとサイラスの方がやっぱり主導権持ちやすい、うん、今はアジールタワーありますけど、ここがなくなってくると一気に押し込められてしまいます。ボットレーンに関してもドランと金言の間では、まあ、序盤の動きの差はあります。ただそのドランを狙っていくぞという DRX、 ただこれリポストで金言にスタンを入れていますが、ピョシクがグレシャルプレゼンでドランをスタンさせてエクステカルテータム金言、これでシャットダウン獲得。 DRX ピョシクミッドレーンのと違うボットレーンのところがやっぱり勝てないので、はい、そこに、まずはテコ入れしに行ったといういい動きになってますね。それで主導権をなんとか返していこうという DRX です。ドランも今ギリギリフラッシュが上がってなかったんですよね、はい、そこが上がってればすぐさまフラッシュアウトしてっていうのも考えたでしょうが、まあ、そのサムナースペルの状況もしっかりと管理してうまく DRX が返していったと。さあそしてまあこのシリーズではまあ言っておいた方がいいですかね、1回はチョビーの CS ですよまあやっぱりサイラスでも、うん、この CS は継続なんですね。18分30秒段階で 200CS を超えてます。なんかもう無意識に CS、うん、なんかまあ当たり前のように思ってしまうんですけど、なんかチョビー自身もなんか特に意識せずともなんか撮ってるみたいな話もしてましたしねいやただまあやはりこれがジェンジーにとっては大きいですよね。普通にこう試合を進めていけば、まあ、勝手にゴールド有利がついていくと、うん、
ただこれだけでは、はい、ちょっとジェンジーからするとやっぱり物足りない部分でもありますね。今回ドラゴンスタックを2つ取られていて、こういった形でドラゴンのスタックを捨ててもいい、そして逆サイドでゴールドを回収するというのが DLX としては選択肢に出てきています。なので、まあ、トップのアウターインナーと貫通された時に逆サイドでもある程度ゴールド回収したいということで、多少強引にでもジェンジーは行ってますね。さあボップレンへのタワーダイブ、これはキルにはなりませんが、インナータワーの獲得までつなげていきます DRX。 ジェンジーのカウンターの動きもありません。そのままミッドレーンに流れていって、さあドレイクアップしてますが、ドレイク側へ動くのではなくて、まずミッドのアウタータワーへのプレッシャーをかけていくのは DRX です。カバーをするのはルーラとレーヘンズ、ピーナッツも寄せてという動きになりそうです。DRX はあくまでも集団戦ということよりも一方的にオブジェクトを取ることを優先しています。ただジェンジーもジェンジーでドラゴンを単純に触るようではオブジェクトのトレードだけで済んでしまうので、それは飲めないということで、一旦ミッドのカバーから入りましたね。この判断は正確ですね。 DRX も結局当たれないので、はい、今ドラゴンサイドにポジションを取ることは絶対にできなかったんですよね。だからこそポジションより明け渡したとて自分たちが勝てるので、ミッドのところから行って、ドラゴンに悠々と入っていくという判断になりましたね。まあ、結果としてミッドのアウタータワー守ってから、そしてドレイクの獲得までジェンジーがつなげていくと、トータルのタワー獲得ではしっかりと勝ってますからね。さあ気づけばゴールド有利はジェンジーが4000ゴールドをつけています。さあこのトップサイドブルーバフのスティールを狙っている DRX、 ゼカが取りました。DRX も DRX でやっぱりしっかりと当たられずにファームを継続することができています。このペースで次のオードレイクもほとんど明け渡していいという状況になっているので、その先ですね、あと2つ先のドレイク、両者ともに3つ目のスタックになるドレイクのタイミングでアジールの通行、あ、ただモレロに行ったんですね。あ、そうですね、通行目はモレロ、モレロのみこからとなるともう1個は欲しいですね。ちょっとダメージが心もとないですよね。でミスフォーチュンのミシックと、あとはモーワンアイテムの半分、まあ、2.5 コアは最低でも欲しいかなという部分までは来てると思いますね。ミッドレーンにチョビーがテレポートを使って、まあ、ここもミッドのアウタータワーしっかり守る判断、ジェンジーです。どうなんですか、このままこう試合が進行していってお互いにこう装備が整っていくとなると、集団戦ではどちらがこう有利に戦っていけそうなんですか。集団戦戦いやすいのはやっぱり DRX の構成になっていると思います。ただ、まあ、ジェンジーもジェンジーで戦い方次第ではしっかりその相手の構成を破壊するだけのポテンシャルがある。まあ、両チームにとって、まあ、ファームをし合うというのはそこまで悪くないということになるんですかね。まあ、ジェンジーからするとそんなに望んだ展開ではないと思いますね。DRX はしっかり望んだ展開になっていると思います。この序盤に2つ取ったドレイク有利っていうのを生かしてしっかりファームベースの試合を作れてますよね。ただジェンジーはそれを望まないはずなので、フィオラとサイラスのこのサイドコントロールからミッドのアウタータワー守りつつ全連プッシュしていって、あわよくばこのドレイクタイミングをスキップしてこのバロン獲得っていうところを狙っていきたいというふうに考えていると思いますね。可能な限りドレイクベースのちょっと進行はジェンジーからすると避けた方がいいと思いますね。まあ、逆に DRX としてはこう試合を落ち着けさせたいので、このサイドレーンの 1v1 というところに積極的に介入見せてますね、ピョシケ。さあただこれレヘンズがカバーをしているのでドランとしても対抗していけそうだぞ。それに気づいて DRX 引きます。ただそういう動きをしてきているということはミッドが手寄せになっている可能性が高い、タムケンチがいるのも分かりました。さあ近辺ピョシクがミッドレーンに流れていくが、ピーナッツがさまよる雲を展開してしっかりとプレッシャーかけて下がらせました。その前にルーラーも強気強気に、結構ウェーブクリアの動きしてましたし、まあ、このボットからミッドにかけての流れっていうのを読んだ上でジェンジも対応してますね。あくまで、まあ、ドレイク
であったりバロンであったりっていうのを触るにしてもやっぱりサイドの対地の有利、とかをジェンジーとしては、まあ、有効に使いたいですから、そこが使えない状況ではあまり強気に行きたくないっていうのは考えてそうですね。あ、このタイミングでも DRX はサイドに1対1を行わせるのではなくて介入をしてという動きずっと続けてますね。やっぱりジェンジーがそういう基本的な部分を度外視して攻めてくることは、まあ、ほとんどないだろうというふうに考えて、じゃあサイドの1対1を崩してくる動きに対してのカウンターを狙っているというのが今までの DRX の動きですね。いや、お互い読みの部分もありながらの、さあこうちょっとこう落ち着きつつあるこの試合ですけれども、ただ結局のところ、はい、ゲームテンポを落ち着かせているという点でいうと DRX がかなりうまくはやれているんですけど、まあ、問題はこの後のドレイクファイトは一旦 DRX としては、うん、まあ、やり過ごすことになると思うんですが、バロン周りの展開を後の5分で作られたりとか、3つ目のドレイクのファイトになった時に、このゴールド差で負けてしまうという展開になると DRX は苦しいですね。さあここまでのゴールド推移出てますが、だいたい20分ぐらいからですかね、こうちょっと横ばいになって、なかなかジェンジーがスノーボールを進められていないという試合展開にはなっています。さあただ依然ゴールド有利の中で汚れの連鎖からエンゲージいった、一気にフォーカスをピョシクに入れて1キル獲得。さあチョビーは乗っ取ったヘクテカルテンダルでベリルを捉えている、そのまま持っていってジェンジーに2キル獲得、一瞬の隙見逃しません。さあバロンラッシュまでつなげられるか。ジャングラーがいない中でのスティールは見込めないですね。さあジェンジーバロン獲得、少しこうゲーム展開落ち着きつつあるかなというところでのエンゲージ一気に決めてきましたね。有利広げてきましたね。 DRX 側の狙いとしてはやっぱり単純にオブジェクトを渡し続けるだけだと自分たちのアイテム完成が次のファイトタイミングまで間に合わないという判断だったんですね。特に3コア完成すれば、まあ、かなり勝てる可能性が高い中で、この次のドレイクタイミングでバロンプレッシャーをかけることによって相手のオブジェクト獲得を遅らせよう、まあ、なんなら自分たちがスニークバロンしてドレイクとのトレードになればかなり大きいんじゃないかということで早め早めから準備を整えていたんですが、その動きを見てだったらジェンジーが当たりに行ってやるよということで強引に体を当てていきましたね。まあ、狙っていったのがピョシク、フロントを張るチャンピオンですからダメージ足りるのかなと思ったんですけど、そんな心配なかったですね。なかったですね。さあバロン獲得、ゴールド有利も広げていったのはジェンジー。まあ、このサイドの 1V1 という動きもバロン獲得でかなり行いやすくなってきますよね。行いやすくなります。おっと、ただ裏を狙うか、これはすぐにレヘンズがカーモグリでカバー、そして丸の目で救出、テクセックアルティメーターも使った仕掛けでしたが、逆にカウンターを決めていって1キル獲得。ジェンジードランもすぐにテレポートでカバーしていました。チョビのエヴァンフロストはスネアにならないがスローで十分、ベリルまで持っていくジェンジー、2キルです。フーラのミッドプッシュに合わせてしっかりとレヘンズがカバーの動き整えられてましたね。さあミッドのインヒビタータワーを獲得していきますジェンジーです。トップのインナーターもちょっとデフトでは守ることができません、一人では守ることができません。これで多くのタワー獲得にも成功しました。1万ゴールド差もつけられていればジェンジーとしてはもう勝ちまでかなり安泰の域まで入ってきているというふうに言えますね。反応早かったですねジェンジーの、非常に早かったと思います。やっぱりこのカミール・セジャニのラインにタムケンチが刺さるのが、まあ、空が見えていてもピックした理由になってますよね。やはりその単体 CC ですからね、ちょっとこうタムケンチによってまとめてこう対処されてしまうという部分が効いてますね。おっと、金言がフックショット先、レヘンズが待っていました。さあバルドミ、金言すぐにフラッシュですが、フックショットが伸びきる前にルーラーが落としきりました。1キル獲得、キャッチ成功ジェンジーです。おっと、そしてピーナッツがさらに仕掛けていきます。ただ仕掛けた対象がピョシクだったので、これはベリルの回復もありながら耐え切っています。おっと、ブレイシャルプレゼン
当ててタワーしたゼカを持っていく。それをカバーするために前に出たピョシクごとダブルキル獲得はルーラー。そしてドランの追い打ち追い打ち、ネクサスタワーの下まで追っていって3キル目レーン、さらに川潜りデフトが、ただ大高かなり返していってダメージ入れている。バレットタイムはストップウォッチ、レーヘンズが対処しています。そしてアジミフラッシュインピーナッツ、すぐにデフトクレンズでスタンは解除しましたが関係ない。エース獲得ジェンジ、いや初戦はやはりこの直接対決、ここまでの戦いぶりを伺わせるような試合内容、圧倒的な力の差を見せてジェンジがものにしました。いや DRX のそのジェンジ対策、はい、っていう動きも非常に面白かったんですけどね。やっぱりそのボットの主導権争いっていうのをまずは重要視した上で、カミールを早めの段階でボットに寄せてドラゴン2つ先行する、さらにはベリルをトップカバーに送って相手のヘラルド対応をさせてスノーボールを送らせる、このあたりのアクションが非常に研究されていて面白いなというふうに思ったんですが、ただまあ2つのヘラルドの使い方、ベリルに対応されてもなおをしっかりとヘラルドタックル決め切ってバルスにゴールドを入れたという部分もそうですし、あのミソージュンとフィオラの 1v1 のところでフィオラが勝ったというのが、ドランがねソロキルしましたけれども、あそこの駆け引きで、まあ、勝ち切った、まあ、もしくはもうちょっとキル取りきれなかったりとか1-1トレードになってしまっているとまた展開が変わっていたようなっていう風な状況だっただけに、あそこで一方的にキルを取ったというのは大きかったと思いますね。こう駆け引き序盤 の, その戦略っていう部分ではかなり DRX も食らいついていたかなと思うんですけど、気づけばジェンジーがこうゴールド有利を広げていって、NGG はこう横ばい衰退していくところもあったんですけど、停滞していくところもあったんですけれども、ただまあそこは一気にバロン前集団戦仕掛けていって、まあもう一回当たれればそのままバロンっていうのは考えていたでしょうからね、早く当たりたい早く当たりたいっていうふうに思ってたと思うんですけれども、そこは相手がこう時間をかけさせるために強気に来たところにうまくカウンターさせましたね。さあジェンジーしっかりと、まあ、DRX 相手に初戦を取ったという内容になりました。ダメージを見てもまあルーラーが一番出ているというふうにもなってましたから、まあ、まずまず の, そのジェンジーとしてはいい滑りだし、逆にちょっと DRX としては序盤の戦略というところはうまく刺さっていたんですけれども、ただこうちょっとやはりジェンジ強いなっていうところを思い知らされるようなゲームになったんですかね。まあそうですね、特にそのちょっとヘラルドの対応の部分、はい、だったりとか、あとはまあサイドレーンの1対1の部分で相手にうまくやられてしまったので、そのあたりをこう次の2ゲーム目に修正してくるっていうことと、次はサイドの選択権がこれで DRX に移ります、はい、まあ、ブルーサイドにおそらくなるとは思うので、ボットレーンのマッチアップの部分をもう早めに取って、しっかり勝ち切るというのを狙ってくるのかどうかというのは気になりますね。まあここですよね本当に、まあ、このリプレイのシーン、まずフラッシュを使わせて、そしてフラッシュから入っていって、ただソラカのヒールもあるのでデフトとしてはタワーも使いながらであれば耐えきれるんじゃないかっていう判断だったんですけど、ドランのパリによって少しダメージ足りませんでしたね。このリポストの使い方、そしてまあその弱点をこう突きやすい方に動かしましたよね。避けさせて本当に丁寧なその 1v1 組み立て、あとはこのドレイク前の集団戦、タムケンチがこう効いてたなっていうのを試合通してありましたよね。ありましたね。ここもそうでしたよね。ピーナッツに丸のみ使うことによって相手にスキル使わせて時間かけさせてドランの合流を間に合わせたと。あとはこの要所要所で、まあチョビーのこのサイラス乗っ取ったアルティメットが本当に綺麗に使われるんですよね。このシーンもですけども、このシーンもでしたね。カミルでしっかりソラカ捕まえてっていうのもそうでしたし、最後の集団戦決めたのもこのセジャニーのアルティメットでしたよね。乗っ取ったグレーシャルプレゼンを使っての仕掛け、ジェンジーが、まあ、相手の動きに対して非常にうまく対応したとういうことだったんですけれども、 DRX も DRX でやっぱりジェンジーの研究っていうのは非常に優れていた、はい、側面もありましたから、まあ、これは継続して
いい部分だと思います。ただこの早めの段階で金銀が降りてくるっていう戦法はいやもう1ゲーム目、対策ちょっとされてしまいそうですよね、ゲーム2使ってしまいましたから、はい、ちょっと次からどうするのかっていうのは考えていく必要がありそうですね、うん、さあということで続きましてゲーム2ですが、ここで一度インターバルに入らせていただきます。それでは失礼いたします。